ロリこんにちは、松尾田です。今日はファイナルファンタジーレコードキーパーをですねやっていきたいと思います。でこれがですね、今ガチャのが弾けるようになってまして、ですね、ここの装備召喚ですね、ちょうど、ミスリルが97個、溜まっております。で、今回ですね狙っているのはこの、バクフェスというものですね、こちらです。はい、でこの一番上に出ているバーストの幻獣の地、ティナの装備、こちらが欲しいわけです。これがバーストモード超必殺技付きになってますので、できればこれ出て欲しいなというところで、ちょっとまず、11連を一回引きます。では、いきます。50個、ミスリル50個消費します。じゃあ、いきます。来い！これ、レインボーが出れば星5ですね。来た来た来た。レインボーが3つです。3つ。星5獲得が3つですね。次ですよ、次。来ましたね、これも星5。来い！出なかったですね。まあ、とりあえず、このエクスカリバー、ですね、エクスカリバーと、このメタルナックル、氷の棒ですね。これいつも思うんですけど、氷の棒ってなんだよと思いますよね。氷の棒。残念ながら、ティナの装備は出ませんでした。と思ったんですけど、ダンジョン回ってたらミスリルがあと3つ手に入りまして、もう一回引けるんで、もう一回挑戦してみたいと思います。いや、十分嬉しいんです。セリスの超必殺技、ね、エクスカリバー、嬉しいんですけど、僕、セリス自体は、メンバーに入れてないので、使いどころがないんでですね、セリス専用は。なので、もう一回、11連引いてみます。もう頼むから、このこれですね。星屑のロット。これが欲しいんで。11連装備。いきます。せーの。ドン。ドン。来い。3つでも、多いと思うんですけど、レインボーが、まあ、1個しかない。ここら辺はいいんですよ。もう星3つとかはもういらないんで。4つも大丈夫です。次です。じゃあ、いきます。頼む、来い、ドン、カン。いやー、ザックスのグローブ、持ってるんですよね、1個。まあ、星6になるからいっか。それではまた。